インディアナポリス、インディアナポリス、アセスインディアナポリス、CA-35 は、アメリカ海軍のポートランド90寿命館。1945年7月26日に、テニアン島へ、原子爆弾を運んだ後、7月30日フィリピン海で、日本の潜水艦艇58、回転特別攻撃隊、多門隊の雷撃により沈没した。 第二次世界大戦で敵の攻撃により沈没した、最後のアメリカ海軍水上艦艇である。インディアナポリスは1930年3月31日、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港された。1931年11月7日に浸水し、フィラデルフィア海軍交渉で、ジョン・エム・スミリー大佐の指下1932年11月15日に、竣工した。 1932年2月23日まで大西洋とグアンタナモ湾ンで成長の後パナマ運河地帯とチリ沖の太平洋で訓練を行ったフィラデルフィア海軍交渉でオーバーホールの後1933年7月1日カンポベロ島でルーズベルト大統領を乗せるためメイン州へ向け出港した同じ日のうちにアナポリスに到着し 大統領を下ろした後1933年7月4日にアナポリスを離れフィラデルフア海軍交渉に戻った。1933年9月6日、海軍長官のクロードスワンソンはパナマ運河地帯、ハワイ、サンペドロ・サンディエゴの地域の艦隊の視察のためインディアナポリスに上艦した。彼は10月27日にサンディエゴで降り、 1933年11月1日、インディアナポリスは偵察部隊の帰還となった。アメリカ西海岸沖での演習に続いて、1934年4月9日、ロングビーチを出港し5月29日にニューヨークに到着した。そこで、観艦式のため再びインディアナポリスは大統領を乗せた。1934年11月9日、インディアナポリスは、 ロングビーチに到着した。インディアナポリスはその後も機関として活動し、1936年11月18日、サウスカロライナ州のチャールストンで、南アメリカへのグッドネイバークルーズのため再び、大統領を迎えた。公式訪問のため、大統領をリオデジャネイロ、ブエノスアイレス、及びモンテビデオに運んだ後、12月15日にチャールストンに戻り、 大統領を下ろした。1941年12月7日、日本軍が真珠湾を攻撃した時、インディアナポリスはジョンストン島で砲撃のシミュレーションを行っていた。インディアナポリスはすぐに第12任務部隊に加わり、報道によればまだ近くにいるはずの日本の空母を探し求めた。月日、インディアナポリスは湾に到着し、 空母レキシントン、アセスレキシントン、CV-2 機関の第11任務部隊、ウィルソン・ブラウン中将に加わった。南太平洋でのインディアナポリスの最初の活動は、第11任務部隊の一席として、日本の支配海域であるニューブリーテン島、ラバウルの南約560キロへの進出であった。1942年2月20日、第11任務部隊は、 ウユゲンウィル島近海で日本軍の97式飛行艇に発見されたのに、続き一式立港17機による空襲を受けたが、対空砲火と歴新ン,ンの戦闘機により15機を撃墜、損害を受けた感はなかった。ニューギニア沖海戦。しかし、回避運動により燃料を大幅に消費したため、ラバウル空襲は断念せざるを得なかった。3月10日。 第11任務部隊は、空母ヨーボイオクタウン、アセスヨークタウン、CV-5 を機関とする、フランク・ J ・フレッチャー中将と合同で、日本軍が上陸したニューギニア島のらへ、サラムアを攻撃した。南からの応援スタンレイ山脈を超えた攻撃は、奇襲となり、日本軍の船舶に大きな損害を与えた。アメリカ軍の損害は軽微だった。その後、インディアナポリスは、 メアアイランド海軍造船所でのオーバーホールのため、本国に戻った。改装後、インディアナポリスはオーストラリアへの輸送船団を護衛し、それから、日本軍はアリューシャン列島のアッツ島とキスカ島に上陸したため、北、太平洋に向かった。1942年8月7日、キスカ島の日本軍陣地を隠していた、濃い霧が晴れたため、インディアナポリスを帰還とする重巡洋艦に隻。 軽状に洋艦4隻、駆逐艦4隻の艦隊は、キスカ島を砲撃した。インディアナポリスは海図に乗っていない浅瀬に危うく、座礁しかけたこともあったが、他の艦船と共に猛然と訪問を開いた。インディアナポリスから発信した観測機の報告によれば、港湾の中で船が炎上しながら沈没している、様子が確認できた。やがて海岸砲台が反撃してきたが、反撃は、 とても不正確なものだった。部隊は正確な射撃で海岸砲台を沈黙させた。反撃に現れた潜水艦は駆逐艦に制圧され、水上飛行機は効果のない爆撃を行った。15分に及んだ一連の攻撃は、戦火としては大したことはなかったもの、あっ島とキスカ島に圧力をかけるため、近隣の島々に基地を設ける必要性を示した。一ヶ月後、 アメリカ軍はアダック島に上陸して、ダッチハーバー、ウナラスカ島に続く陸上施設と飛行場を設置する環境を得た。1943年1月12日、インディアナポリスは、軽巡洋艦2隻、駆逐艦4隻と共にアムチトカ島上陸作戦を支援した。アムチトカ島はアメリカ軍に新たな基地となった。2月19日、インディアナポリスを含む 第16.7任務部隊、重巡洋艦一隻、軽巡洋艦一隻、駆逐艦四隻は、アッツ島を砲撃し、その後部隊は二体に分かれた。翌20日早朝、インディアナポリスと駆逐艦二隻は、アッツ島南西で紹介中、一隻の輸送船を発見した。インディアナポリスは速力を上げ、輸送船の頭を抑える形をとり、輸送船に対し応答を求めた。 すると、相手は、日本式の信号で回答してきたので敵であると、判断され、インディアナポリスは、砲撃を開始。輸送船は火災を起こし、随伴の駆逐艦の攻撃により輸送船は沈没した。この輸送船は、バラムシル島から途中まで解剖艦8条の護衛を受け、やがて分離して単独で、アッツ島に向かっていた、輸送船赤が、丸、日本海運。 3,121トンだった。春から夏にかけては、インディアナポリスは、アリューシャン水域で、輸送船団の護衛や、上陸作戦の支援に従事した。アメリカ軍は5月に、アッツ島を奪還し、キスカ島モノームに紛れて、日本軍が撤退した後に奪還して、日本軍勢力をこの方面から一掃した。アリューシャンの戦いが終わると、インディアナポリスは、 メアアイランド海軍造船所で改装後ハイに移動し、11月5日からは、レーモンド・スプルーアンス中将を率いる第5艦隊の機関となった。スプルーアンス中将は機関を選ぶ段階では、性能や設備が整った最新鋭の戦艦を希望していたが、あいにく希望に沿うような艦がこの時点ではなかった。その代わりとして、メアアイランドから戻ってきたばかりの、 もともと巡洋艦隊用の機関設備があったインディアナポリスが機関に選ばれた。そのスペースは大艦隊の機関用としては窮屈だったので周囲は何名かの爆料を広報要員として陸上においてはと進言した。スプルーアンス中将はこの意見を入れずむしろこれを機関として余分な爆料を減らした。インディアナポリスの内装もスプルーアンス中将仕様に改められた。配下にあった。 主力艦船がブーゲンウィル島の戦いに転用される一幕もあったが、11月10日、インディアナポリスは、ガルバニック作戦、ギルバート諸島攻略作戦のため攻撃部隊の主力と共に、真珠湾を出港した。インディアナポリスは、リッチモンド系ターナー中将の北方部隊と共に行動し、11月19日に、他の艦と共に、タラワを砲撃、翌日は、 マキントを砲撃した。その後タラワに戻り上陸作戦の支援に当たった。タラワでギルバート諸島の攻略後の処理を終えたスプルーアンス中将はインディアナポリスと共に12月11日に真珠湾に帰島した。ギルバート諸島を攻略したアメリカ軍はフリントロック作戦、マーシャル諸島攻略作戦に取り掛かった。1944年1月19日。 インディアナポリスは引き続き、第五艦隊機関として、タラワに向か。インディアナポリスは、タラワで、任務部隊の他の艦と合流し、1944年1月31日、インディアナポリスは、巡洋艦軍の一隻として、クエゼリン艦将の島を砲撃した、クエゼリンの戦い。翌2月1日、インディアナポリスは、両艦ルイビル、アセスルイイビル、 CA-28 を誤って砲撃し、損傷を与えてしまったものの、防災や他の海岸の施設を破壊し、上陸部隊を援護した。2月4日には、クエゼリン干渉内に侵入し、抵抗がなくなるまで止まった。陸上で激しい戦いが行われている頃、干渉内のインディアナポリスの干渉では、スプルーアンス中将や他の爆僚が、戦いの銃声。 法制が聞こえる中で立派な昼食を食べていた。この戦いが予想以上に進捗したため、アメリカ軍上層部は5月1日に予定されていたエニウェトクのイをクエゼリンに投入される予定だった部隊を使って上陸結構日を大幅に繰り上げる検討を始めた。これは現場のスプルーアンス中将など各司令官も同じ考えを持っていたので、2月3日に 作戦期日の繰り上げが本気まりとなった。2月8日、インディアナポリスは占領したばかりのマジロ艦渉に入り、2日後の2月10日に、スプルーアンス中将は大将に昇進した。エニウェトクの戦いと、それに関連したトラック島空襲では、インディアナポリスは第5艦隊の機関ではなかった。スプルーアンス大将は、 トラック諸島内に未だ有力艦船が多数残っていると考え、空襲後には外に出てくるだろうと推測した。どうしても戦闘を切って戦いたかったスプルーアンス大将は、脱出してきた有力艦船との砲船を念頭に、配属されたばかりの戦艦ニュージャージー、アセスニュージャージー、BB-62 を新たな第5艦隊機関にしたのである。スプルーアンス大将は、 1943年11月時点での希望が叶った形となった。トラックへの攻撃が終わると、マリアナ諸島へ一撃加えた第5艦隊は、一旦マジュロに帰投し、束の間の休息を取った。引き続いて3月から4月の間、第5艦隊は、カロリン諸島西部を攻撃した。3月30日、31日に、空母艦載機はパラオを空襲し、 駆逐艦三隻田を撃沈したパラオ大空襲。加えて飛行場に対する爆撃や周辺海域への嫌いの不設も行われた。ギャップとウルシー艦章は31日に、ボレアイ艦章は4月1日に攻撃が行われた。この艦日本軍機による攻撃が行われたが、アメリカの艦船に損害はなかった。このまもインディアナポリスは依然第五艦隊の機関では、 なかったが、マジュロに到着後、第58任務部隊、マーク・ミッチャー・中将をホーランジアの戦いの支援のために差し向けて分離した後に旗に復帰し、スプルーアンス大将は、マリアナ諸島への進行作戦の打ち合わせのため、インディアナポリスと共に、真珠湾に帰討した。5月26日、インディアナポリスは、スプルーアンス大将を乗せ、マーシャル諸島に向かった。 マーシャル諸島で主要司令官が集まりサイパンの戦いの打ち合わせを行った後、6月9日にエニウェト区間賞を出撃したインディアナポリスは第58任務部隊と合流した。サイパンの戦いは6月11日と12日の空母艦載機による空襲で始まり、続いて13日からは艦砲射撃が行われた。インディアナポリスは砲撃の初日は艦船のみで、 攻撃しなかったが、二日目からは参加した。また、15日、16日には、伊王島、父島、母島も空襲した。19日、20日のマリアナ沖海戦で、アメリカ軍は、日本の機動部隊と交戦。潜水艦の攻撃と合わせて、空母3隻を撃沈して撃退した。23日、インディアナポリスは、サイパンに戻り、火力支援を再開した。 6日後テニアン島に移動し、海岸の施設を攻撃した。8月10日にはグアムを奪還。インディアナポリスは戦争初期にグアムが陥落して、以来最初にアプラ港に入港した艦船である。その後数週間はマリアナ諸島で活動し、戦局の進展に伴って次の攻略目標であるカロリン諸島西部向かった。8月26日、第5艦隊は、 ウィリアム・ハルゼー大将の第三艦隊と入れ替わり、スプルーアンス大将と爆僚は本国に向かった。第五艦隊の機関から第三艦隊の一艦となった。インディアナポリスは9月12日から29日にかけ、ペリリュー島を砲撃し、その後アドミラルティ諸島のマヌス島へ向かった。そこで10日間過ごした後、メアアイランド海軍造船所へ戻った。オーバーホール後、 インディアナポリスは1945年1月に再びスプルーアンス大将の正規を掲げて第5艦隊機関となった。1月14日、インディアナポリスはウルシー艦将へと向かい1月25日に到着した。スプルーアンス大将は午後に入港したニュージャージーのハルゼー大将を訪問し大艦隊の指揮権は第3艦隊から第5艦隊に移った。1月28日、 第21爆撃集団司令官カーチスルメイ陸軍少将がインディアナポリスのスプルーアンス大将のもとを訪問し、洋島攻略に関して意見を交わした。インディアナポリスはサイパン島に進出し、スプルーアンス大将と上陸部隊を率いるターナー、中将との会談が予定されていたが、ターナー、中将の体調不良で会談は行われなかった。インディアナポリスは サイパン島を出撃し、2月14日にミッチャー中将の第58任務部隊に加わった。2月16日と17日、第58任務部隊は伊洋島攻略支援のため関東地方を攻撃した。これは1942年4月18日の同リットル空襲以来の機動部隊による日本本土への攻撃だった。 第58任務部隊は悪天候の過換災域を発進させ、多くの施設や飛行機、艦船等を破壊した。攻撃後すぐに任務部隊は小笠原諸島に戻り洋島上陸を支援した。2月19日の上陸作戦当日、インディアナポリスは戦艦部隊などと共に伊洋島に対して艦砲射撃を行った。3月1日までこの任務に当たる一方、 八条島沖で第58任務部隊と再合流し、再度の東京攻撃に加わった。3月9日、インディアナポリスは、ウルシー干渉に帰討した。沖縄戦に先立ち、アメリカ軍は損害を最小限にするため日本本土南部を空襲することとなった。3月14日、インディアナポリスは落ち着く暇もなく、第58任務部隊と共に出撃し、 日本の沿岸へ向かった。3月18日から、機動部隊は、九州の飛行場やクレー軍港などを空襲し、日本軍に大きな損害を与えた。上陸に先立つ沖縄への攻撃は3月24日から開始され、インディアナポリスも海岸の陣地を砲撃した。3月31日午前7時10分、陸軍特攻隊誠第39飛行隊。 佐々川勤陸軍隊員。一式戦闘機五機の一機が火力支援部隊による三重の和型陣を買いくぐり、インディアナポリスの完備に命中。燃料タンク付近で爆発し、スクリューの一部を破損した。完備に浸水したインディアナポリスは、ケラマレットを白地に移り、洋上で工作艦による修理が試みられたが、損傷は大きいと判定された。修理が直ちに行われたが、 その最中工作員が外したスクリューを誤って海底に落としてしまった。修理担当の士官はスプルーアンス大将にこのことを報告したがきつく出席されることはなかった。4月5日、機関が戦艦ニューメキシコ、アセスニューメヒコ、BB-40 に移されメアアイランド海軍造船所に修理のために戻った。スプルーアンス大将によると 硫黄島の攻略の折に、条約型従順で設計が古くて安定性が悪く、魚雷の直撃を受けたらすぐに転覆して、沈没するであろうと爆量に語ったと言われている。古い缶でエアコンはなく、扇風機も作動させると、その静電気がレーダーを妨害するとして、レーダー作動中は止められたため、赤道付近では虫風呂のような暑さで煙突付近にあった三房町。 カール・ムーア大佐の部屋は、下肢100度以上、摂氏38度近くに達したという。機関としては、かなり劣悪な居住環境であったが、実際に乗官していたスプルーアンス大将や、そ爆量は結構快適だったと述べており、修理が終わったら、また機関として使いたいと希望していた。しかし、スプルーアンス大将の手元に、インディアナポリスが帰ってくることは、ついになかったのである。 修理後、インディアナポリスは、広島、長崎へ、投下予定の原子爆弾用の部品と、核材料を急ぎテニアン島へ運ぶよう命じられた。任務の緊急性から修理後の調整期間に先立って7月16日サンフランシスを、出港し7月19日に、真珠湾に寄港した。インディアナポリスは単独で、テニアンに向かい7月26日テニアンに到着した。 デニアンに最高機密の荷物を届けた後、インディアナポリスは、グアムに派遣され、7月28日、レーテ島へ向け、グアムを出港した。インディアナポリスは単独で直線コースを取り、レーテ島へ、向かった。7月30日0時15分の地点で、日本海軍の潜水艦 E58、回転特別攻撃隊、多門隊、艦長、橋本持貫少佐が、95式酸素魚雷を、 初回発射三本、数秒を終えて二回目発射三本の計六本を全門発射したうちの本が右辺に命中、船体を鋭く貫いた魚雷が爆発。特に時差発射した二回目の魚雷が、一発目が船体に開けた穴に入り込み奥で爆発。艦内、第二砲塔下部弾薬庫の手砲弾を命中と同時に誘爆させ、同艦は夜空に大きく火柱を吹き上げると、 完全半分を海に突っ込みながらしばらく浮いていたが、12分後に転覆、沈没した。米軍関係の記録や話では、箱が2つだったため命中2発としているが、生存した乗組員の間でも、また、e 5 8の記録でも、巨大爆発音、こもったような振動するような短い音は3回とされている。乗員1199名のうち、 約300名が攻撃で死亡し、残り約900名は8月2日に消火機によって、初めて発見されてから5日後に救助が完了するまで、救命ボートなしで海に浮かんでいたが、水、食料の欠乏、海上での体温の低下、これらから起こった幻覚症状、気力の消耗などで多数の乗組員が死亡した。それに加えサメによる襲撃が心理的圧迫を強くした。 その後映画及びディスカバリーチャンネルの番組等で、サメの襲撃が演出として過剰に語られたため、大多数がサメの襲撃の犠牲者になったかのように、思われているが、主な原因は救助の遅れと、体力的限界が死亡の原因と言われている。救助された生存者はわずか316名であった。紹介機の報告を受け、不備、語りな飛行艇を皮切りに、 飛行機や高速艦艇が、次々と救助に派遣されていった。飛行艇は56名の生存者を救助し、高速艦艇も護衛駆逐艦、ユスシッセル J、ドイル、でマイナス368をはじめ駆逐艦、アセスヘルム、DD マイナス388、アセスマジソン、DD マイナス425、アセス、レーフトールボット、DD マイナス390、護衛駆逐艦、 アセスデュフィロでマイナス423高速輸送艦アセスバセット APD-73 及びアセスリンネスでマイナス590らも駆けつけた飛行機はパラシュートで当面の食料や浮くものを投下したこの頃までには普段の一方の当事者である E58 の方でもアメリカ側が大騒ぎしていることを間接的に知ることとなった 大和田通信所からの無線情報で重要感染の遭難とその救助に関する通信が多くなっているという情報を受けたからである。チャールズ B、幕部3世、大佐、1944年11月からインディアナポリスの艦長は生き残った。1945年11月、彼は軍法会議にかけられ、ジグザグ運動を怠り船を危険にさらしたとして、 有罪と沙汰。軍法会議のいくつかの事実は論議を呼んだ。アメリカ海軍自体が船を危険な状態に置いたという確かな証拠があった。また、B58 艦長橋本業を元中佐、撃沈当時は、少佐はジグザグ運動を敷いても撃沈できたと証言した。アメリカは第二次世界大戦の戦闘で約700隻の艦艇を失ったが、 戦闘で撃沈された艦艇の艦長が軍法会議にかけられたのはマクベイ元艦長ただ一人であった。有罪になったことでマクベイ元艦長の海軍での経歴は終わり、死んだ乗組員の遺族に責め立てられ1968年に自殺した。悲劇から50年以上後に当時12歳で映画ジョーズ作中でインディアナポリスの話が登場するによって、 このインディアナポリス撃沈事件に興味を持ったハンター・スコットによりマベイ元艦長の軍法会議が誤信であるとの認識が提起され2000年アメリカ合衆国議会はマクベイ元艦長の記録は彼はインディアナポリスの損失に対し無罪であることを反映すべきだという議を可決した10月30日にビル・クリントン大統領もこの決議にサインしたしかし マクベイ元官長の名誉回復に尽力していた、橋本元中佐は5日前、10月25日に死去していたため、その知らせを聞くことはできなかった。マクベイ賛成官長の名誉回復に先立って、1995年8月2日には、インディアナポリス市内にインディアナポリスナショナルメモリアルが、建立された。 石灰岩と花崗岩でできたメモリアルは沈没で落命した乗組員の名前がすべて刻み込まれている。また、インディアナポリスに関する資料はに収められ、干渉と公式ペナントはで保管されている。アメリカ海軍の新兵がトレーニングを行う水泳訓練所にもインディアナポリスの名前が与えられた。2007年7月7日には、うちに インディアナポリス博物館がオープンした。2011年8月17日付のハリウッドリポーター氏、電子版によると、俳優ロバート・ダウニー・ジュニアとその妻スーザン・ダウニーが、ワーナー・ブラザースと組み、インディアナポリス沈没にまつわる話を11歳のハンター・スコット少年の目を通して映画化すると発表した。TV ミニシリーズ、ザ・パシフィックの脚本で、 エミー賞を受賞したロバート・シェンがダウニー夫妻の原案をもとに脚本を執筆する予定。2013年8月4日、インディアナポリスで開催された旧乗組ノルクミン再開パーティーに、霊明パス海軍長官が書簡を送り、直演海域戦闘艦にインディアナポリスの名を与えると発表した。2016年、この事件を描いた映画パシフィック・ボー』が、 マリオバン・ピーブルズ監督、ニコラス・ケージ主演で制作された。インディアナポリスがフィリピン海に沈没していることは判明していた。2001年7月から8月のソナーなどを使用した調査では発見できなかった。2005年6月に2度目の調査が行われ、ナショナルジオグラフィックは7月にこの話をカバーしリリースした。2016年7月に インディアナポリスの場所に関する新しい情報が発見された。その海軍の記録によれば、アセス LST-779 が魚雷で撃沈される前の11時間前に船の傍らを通過したことが判明した。この情報をもとに、ナショナルジオグラフィックは2017年の夏に船を発見する探索計画を立てた。報告によれば、 予想されていた位置より西に4 0トル離れた場所であった。2017年8月18日、マイクロソフトの共同創業者、ポールアレンが率いる民間のチームが太平洋の水面下18000フィート5 5 0 0ルの深さの海底で沈没した本館を発見した。インディアナポリスの館長楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。